東洋町というところにですね、高速バスで向かいたいと思います。ご案内いたします。南口駅、東北の高速バスを利用です。荷物、うん、あ、はい、どうもこんにちは、山口です。どうも泉です。遠いとこわざわざ ありがとうございます。4ヶ月そうですね。あ、ありがとうございます。わざわざちょっとね、あいにくの曇り空なんですけど、はい、そうですね。美濃駅東洋町、よかった、お腹空いたな。タツを1匹スマキがある。スマキこれポーチなんですよ。スマキって明日も多分食べると思うけどな。モネまんじゅう売ってます。いや、昔これよく食べてめっちゃ好きやったんですよ。結局すまきとたたき、まあ、食べると思うけど。
このテントやっぱ立てんのが早いから、あと黒いから快適なんですよ。自作のテーブル、範囲が広い、物を置ける範囲が広めやから、まあただ暑いのはちょっと置かれへんけど、そして久しぶりの日年トップ、もう4時やけど、お腹空いたから食べました。行けないね、トンビはいない。怖いからな。うん、おいしい。アルミンとちびちゃんと3人で高知県の東洋町でキャンプしてます。久しぶりやな。網持ってきたんですけど、あ、いけるこれで安定やな。切れるかな。お、買ったこの木。ねじってやった。硬すぎるからもう割るのやめます。でもレーザースティックだけある。ここから気持ちいいやろな、きっと。乾杯。乾杯。でもね、薄いでしょ味。でも飲みやすいです。うん、ここで伊勢海老をいただけるようで、加工したり出荷したりしてます。そうなんですね。はい、中大ぐらいの、まあ、一般的に立派に感じるぐらいの大きさかな。うわー、生きてる。
これ東洋町さんです。東洋でここにあの。おお。泳いでる泳いでる。これだ。ちょっと初めて見た。初めて見た。でそれで一回 あそこに。おお。マジか。頑張れ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 。そうそう。へこれぐらいが一番あのお寿司屋さんとか料亭で出てくる立派なサイズ。へこれはまあ280、300ないぐらいかな。見とってくれた。カマン？カマンキ。お尻踏んだら。寒い。お尻を。え？この3分の1ぐらいの時間するよね。すごい時間かかる。プリプリそう。おわ寒い。楽しみ。切れる？大丈夫？こうしてこっか。うん。火が強いんやな、これ火力。よし。こんくらいか。チンゲンサイ。チンゲンサイちゃうわ、小松菜。適当に見ると今まで生きてた伊勢海老いただきます。ピッ、コリコリ、めっちゃうま、うん、うん、うま。高知といえばカツオのたたきなんで、じゃあいただきます。うんうん、おいしい。 いやご飯欲しいな、白ご飯。今日お昼に食べようと思って買ったおにぎりが残ってしまってて、ちょっとこれ食べないとダメなんで、ご飯に芯っていう刺身。今日はうまいもん尽くしやな。おいしい、タイみたい、さっぱりしてる。うん、おいしい。今日はマットこんな感じ で気温は16度ぐらいあるんですけど、念のためダウンで寝ます。で寝ると、まあ多分暑い、16度ぐらいあるから、これやったら。おやすみなさい。
性的に起こされるやつや。それだけで十分や。基本的にあのルーシーダットンっていうタイのヨガなんで、はい、ネットでね、ストレッチ。はい、痛っ。はい、ゆっくりね。はい、左手で右手持ってもう一回、手のひらの上に顔が乗ります。あ、できひん。あ、もう絶対無理。届かへん、さすがにこれは。どっちの顔なのか。右か左しかないから大丈夫。はい。ちびちゃんにもらった茶筅を使う。おやつは昨日ののねまんじゅう。あ、のねのねさん。お湯加減めっちゃ大事やからな。いきます。うん、やっぱこれすごい軽いな。軽い。ちょっとこう優しくやるだけですぐに泡立つ。いや、すごいすごい。よし、からヨガをやって次はお抹茶。すごいね。ではいただきます。抹茶からののねまんじゅう。ごちそうさまでした。片付けるか。22度。えらい今日曇ってるな。2個連結とかやりたいんですけど、ま、なかなか作れてない。乾かさんでいいのが嬉しい。
央町海の駅でちょっとご飯見てみますか。カツオだしじゃん。なあ、きっとカツオだしで総菜。いただきまーす。そういうの。うん。うまっ。コシがある。違うよね。ごちそうさまでした。東洋町のスーパーに行きたいと思います。高知名物のアイスクリーン売ってる。うわ、食べたかったな。明日食べようかな。でっか。なし、なし、でっか。いいよな。ねえねえ、見てこのお寿司。卵、美味しそう。お寿司。高知まで120分、室戸まで42キロ。電車旅楽しい。おお、すごい。海見える。部屋からの景色がすごい。焼ける。そう、弱まった。ちょっと弱まった。お疲れ様。お疲れ様。いただきます。結構おいしい、ね。うん、ステーキみたい。うん、うまっ。うん。トサっぽいわ。トサズルの B、これ買おうか。トサズル。気持ちいい。やばい、汗が出てくる。冷たい、もうなんか。で食べてみる。おー、やらか、めっちゃやらかかった。なんだこれ。